まず訪れたのは松山市港町の焼き菓子専門店ベイクショップオフリールチョコレート専門店ショコラトリーつむぎの姉妹店として先月23日にオープンしたばかりの新店舗です店名のオフリールはフランス語で「贈る」という意味かわいいかわいいカヌレがたくさんある カヌレやパウンドケーキなど16種類ほどの焼き菓子が並ぶ店内どのお菓子も小麦や卵蜂蜜など多くの食材に愛媛県産のものを使っています紬の店長である亀田店長がもうちょっと地元の愛媛県産のものを使用したものをチョコレート以外でも何かお店ができたらなっていうふうに考えて。 ほとんど手土産とか、誰かへのプレゼントとかっていうふうに、使っていただける方がすごく多いですねただちょっと手土産を買いに店内に並ぶ数々のラインナップの中で、開店からおよそ1時間半で売り切れてしまうほど大人気なのが、カヌレ。 箱を開けたときにすごい可愛らしいパッと鮮やかな見た目になるようにカヌレも一つ一つ仕上げも考えてこだわりましたそのカヌレはバラエティ豊富な8種類少し小さめに作られているのが特徴ですここで店長の竹内さんおすすめカヌレベスト3を選んでもらいましたまずは第3位 カヌレ抹茶県内産の煎茶が生地に練り込まれていて中にはあんこも他とは一味違った和風のカヌレを楽しめます。続いて第2位カヌレショコラお客さんからは一番支持を集めていてカリッと焼き上がったチョコカヌレに上からチョコをたっぷりかけた贅沢な仕上がり。 チョコレートを存分にに楽しみたい方におすすめそして第1位はカヌレイオカン県内産のいよかんが使われていて中には果肉が上にはペーストにしたものが愛媛といえばみかんということもあり県内産のものをもっと多くの人に届けたいオフリールの思いがたっぷり詰まったカヌレです。 では店長さんおすすめのカヌレ第1位のイオカンをいただきましょうアイシングがかかってて甘めなんですけれども中に入ってるイオカンの酸味がうまく調和してていい甘さになってます。一口食べるだだけで幸せなな気分になります大きいサイズだと いろんなものを一気に食べたいっていうときに結構すぐお腹いっぱいになっちゃったりとかすると思うんですけどミニサイズにすることでいろんな味を楽しんでいただけるかなと思って見た目も材料もとことんこだわった自信作大切な人に思いを込めてあなたもいかがですか続いてやってきたのは松山市のスーパー F マルシェ古川店こちらで紹介する贈り物におすすめの新グルメはこれカレーパンです作っているのは創業明治元年新居浜市に本店を構える別紙飴本舗名物別紙飴だけにとどまらずさまざまなジャンルの商品を手がけてきた老舗が2年前から販売しているのがカレーパンなんです。 私らの会社はあめのあめとかポリポリとかそれを代表する会社だけやったんで全く未知の世界やったんで別紙あめ本舗が作るカレーパンは愛媛県産の山の芋を練り込んだ特製のパン生地を使用そのパンでスパイシーなカレールーを包み込んでいます開発当初の不安とは裏腹に その斬新な発想と確かな技術は次々と高い評価を獲得していきます去年のカレーパングランプリで宇和島のじゃこ天入り本気のカレーパンと半熟卵入り本気のカレーパンが部門別の金賞をダブル受賞さらに快進撃は続きます今年はなんと、えー、瀬戸内レモンのチーズこれが金賞取りました まさに金賞ラッシュ2年で3つ目の金賞です今年金賞を受賞した瀬戸内レモン香るチーズ入りはもともとチーズ入りとして販売されていましたが今年の4月から瀬戸内レモンを加えて再登場チーズがたっぷり入っている中に爽やかな瀬戸内レモンが絶妙のアクセント金賞も納得の仕上がりになっています そんな実績十分のカレーパンに新しい味が仲間に加わりましたそれが先月30日に発売されたばかりの甘とろ豚のカツカツレーパンです別紙飴本舗本店ではそのまま常温販売されているものもありますがここでは冷凍で販売中電子レンジで2分温めた後トースターで1分焼くだけで出来たてと同じような。 熱々でカリッとした食感に仕上がります。いただきます。<laughs> お肉が柔らかいです。肉汁がジュワーッと出てきて、その肉汁とこのカレーだしの効いたカレーがすごくマッチしていて美味しいです。甘トロ豚がドドンと一本入った。 ボリューミーーミなカレーパン去年今年に引き続き来年はこのアマトラ豚で最高金賞を狙っているんだとかそそううでです来年ここ、まあ、グランプリということで、はいカリットカリーはこちらのお店だけでなく別紙飴本舗本店やスーパー道の駅など県内20カ所以上で販売中オンラインストアでも販売していますよ ベシア本舗が作る本気のカレーパン手土産にいかがですか